Okay guys, welcome to Oshinoko episode number 7 reaction. I have recently started a new Discord server, so if you'd like to join, there will be a link in the description. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description as well. You can also check my link tree. There will be all my social media. Make sure to follow me everywhere. Thank you. And Aqua came in clutch. I really love the star in his eye. Nande? Doshite? I mean, you can't get used to this. Has she experienced it? Okay, so my prediction is they will invite Akane to join their group and somehow deal with the hate. Oh my god. With the police? How? This must be very devastating for both of them. What? What a slap! Okay, I did not expect that. このまま番組を降りるって選択肢もあるってことだ。でも契約とか。これは番組側が未成年者を扱う上での監督責任を問われる問題だ。こういう状況になった以上、辞めるって言われてもとやかく言わないだろう。私、もっと有名な女優になって、これからも演技続けていくために頑張ってきた。みんなにもいっぱい助けてもらって、でもこんなことになっちゃって。あかね、怖いけど、すごく怖いけど。 But she will still stay in the show business. 続ける。 Nice. このままやめたくない。 Oh my god, I love her. だってさ、問題ないよな。私たちもできる限りフォローするから。I mean, they could have like post some tweets about Akana, like tweet don't bully her, don't hate her or something like that. Maybe that would help a little. いろいろ言われながらも番組やりきるだろうよ。でもこのままってのは気分悪いよな。煽った番組サイドも
好き勝手いうネットのやつらにも腹が立ってしょうがないんだよ。 And now the star was dark. 記者クラブというものがある。各報道機関の記者が24時間最新情報を受け取るために待機していて、今か今かと新ネタを待ち望んでいる。 They wrote about her suicide attempt. Attempted suicide by... Okay. やったわね、あんた。褒めた私がバカだったわ。着地点は見えてるんでしょうね。うまくいくかはわからないけど。Oh, so it was Aqua's doing. ここからが本当のリアリティショーだ。おお。注目度が上がってプラマイゼロ。こういうのは炎上対策としていい手とは言えないの。現に今も黒川茜は番組出演を見送っていて、復帰のめどは立っていないのだから。勝手な子。こんなに話を大きくして責任は取れるの？注目度というのは盤上にかけられたチップそのもの。このギャンブルから降りれば茜は勝負しないままボロボロになって負ける。ポーカーはレイズしなきゃ勝てない。俺はエースが一番に来れば勝負する。現実はポーカーじゃないわよ。みんなが写ってる映像や写真って言われてもそんなたくさんはないよ。言うて100枚あるかないか。めちゃくちゃあるじゃねえか。何に使うの？そこには黒川茜を悪役にしたら面白いっていう意図が存在する。どんな成人も一面だけ切り抜いてつなぎ合わせれば悪人に仕立て上げられる。それが演出っていうもの。なるほど。つまりアクタンは私たち目線の今勝ちをやりたいんだ。But aren't they under the contract? Like, can he do that? 一見アカネの叩きが目立っているけど、それって表面的なものでさ、実態としては数パーセント程度のものでしかない。自殺未遂というセンシティブな話題、ほとんどの客層は叩くべきか擁護すべきか悩んでいるサイレントマジョリティ。つまり答えを求めているユーザーが多い。そこに共感性の高い意見を提供すれば、多くの人がそれを正義と思い込むマーケットになっている。アクタンが作った動画を私たちなら公式アカウントにアップできるし、動線は確保できてる。動画の But can they do that? Like, isn't it against the contract? したらデータちょうだい。アップしとくよ。いや、それくらい自分で。アクタンは何曜日の何時にアップするのが一番リツイート数か。I mean, you can look that up. 何時程度の投稿が一番インプレッション。You can also look that up.こう見えてバズらせのプロなんだけど。うん、じゃあ俺楽曲提供するよ。そんなのできるのか。いや俺レーベル所属の音楽で飯食ってるプロなんだけど。なんかエモい感じで泣かせりゃいいんだろ。得意得意。おお。でもやっぱさ、あのシーンは欲しくない？どのシーン？ほら、茜が私叩いちゃって、それを私が優しく抱きしめるとこ。あ、でもあそこカメラ止まってて。甘いな。プロモデルの私が定点カメラの位置を気にしてないと思う？一応カメラに気持ちよく映るポジでやってたんだよ。But I don't think they have that footage. スタッフは撮っといてる。Yeah, like the staff has it, but they would need to steal it. That would be a crime. 映像データは持ち出し厳禁。さすがに渡せないぞ。表に出れば出演者たちを悪役に仕立て上げる演出をしたって白状するようなものですから。これだけ注目されてる中、そんなことをすれば茜へのバッシングが番組へ向かいかねないですもんね。僕らは茜に何も強制していない。それは茜の選択で、僕らは視聴者に向け分かりやすく演出してるだけ。 Fair enough。 嫌なら NG を出せばこっちだって使わなかった。違うかい？茜は責任感強いんですよ。知ってるよ、ずっと撮ってるんだし。茜はプロで、僕らも仕事でやっている。 D は今いくつですか？35だけど。茜は17だ。プロだろうとなんだろうと、17歳なんて間違いばっかのクソガキだろう。大人がガキ守らなくてどうすんだよ。Will he do it?Will he do it? 言えてるな。そこ、長尺の方が素人が頑張って作った感出るって。ここで俺の曲でしょ。バーンって感じていこうぜ。うっせえな。He's so tired. いいよ。すご
They replaced Monster with Berserk. どんぐらい伸びるかな。最低でも5000は行ってほしいよね。それも結構難しいよ。気合い入れて作ったものほど意外と伸びなかった。 He's dying. 最初の1分で100リツイートくらい行けば最終的には結構なバズにはなると思うけど。To all viewers, what? To all viewers who tune into, this is our love now. Please give it a watch.Oh, and the thumbnail. Boom. 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 Nice. わかってる。焦っちゃったんだよね。ごめん。雑誌撮影はあるのに。大丈夫。アカネは私のこと嫌い？嫌いじゃない。強くて優しくて好き。だから怒らないよ。I'm tearing up. Oh my god. この動画は74,000 within the first 24 hours. Oh my god, that's a lot. 炎上騒ぎはある程度の収束を見せた。そういう歯切れの悪い言い方になるのは炎上に完全な解決はないからだ。これからも断るたびに蒸し返されて言い続けるやつは10年後も言い続けるだろう。次の収録から復帰する。よかった。でも無理して出なくてもいいから。あ、今のは嫌な意味じゃないからね。私としては無理してでも出てほしいんだから。わかってる。言葉が難しい世の中になったなって思うよ。今のツイッターで言ったら軽く燃えるんだろうな。Yeah, you really have to be careful of what you say. 何かしら演じてたらその役が鎧になる。素の自分を晒しても傷つくだけ。これは別にリアリティショーに限った話じゃない。社交術としても重要な概念だ。私演技は得意だし、やってみようかな。そうだよね、アカネって地味に女優だし。むしろそれしか取り得ない。でも、どんな役演じればいいんだろう。 I mean, that's up to you to choose, right? アクタンは、どういう女が好み？なんで今男君だけだから、理想の女性像を教えてあげてよ。 That would be Ai Hoshino. Yeah. 顔のいい女。うわ、最悪。ルッキズムの権威出たな。太陽みたいな笑顔、完璧なパフォーマンス、まるで無敵に思える剣と吸い寄せられる天性の瞳。難しいこと言うな。抽象的です。でもあれかな、ビーコ町の愛みたいな。愛って昔死んじゃったアイドルの人？そうそう、違う？いや、まあ大体合ってる。ああ、こういう系好きなんだ。They would freak out if they found out that it's his mom. やってみるね。やれやれ。アクアを落とせ。愛の真似なんて誰にもできない。あれは天性のものだ。Maybe if she tries her best, then she might be able to do that. I mean, she has the face for it.She doesn't have the stars, though, in the eyes. Pretty face, smile like the sun, eye of Biko Machi. Okay. Damn, she's good at this.
視力はいい、聴覚と嗅覚が過敏、歩き方が大股、教育レベルは低め、箸の持ち方が少しいびつ、発達障害の傾向、okay, that might be way too creepy. 段階で性交渉があった子特有のバランスの悪さ、15歳あたりから破滅的行動に改善が見られる、いい出会いがあったのかな。 Wait, does she know that I had kids when she was what age was she? Like 15, 16?Oh my god. なんとか持ち直した。She's basically the L from Death Note. ああ、日本語怖いね。今のツイッターで言ってたら炎上だよ。商売がたきでも口の悪さ何のフォローにもなってないぞ。いや、同い年で同じ女優業やってる人間としては、目の上のタンコブっていうかさ。黒川茜に有馬かなが？そりゃそうでしょ。あんた演劇興味ないんだっけ？カメラ演技の人だもんね。劇団ララライの黒川茜って言えば天才役者として演劇界では有名でしょうが。本日より茜ちゃん復帰になります。皆さんご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。頑張りでお返ししたいと思っています。よろしくお願いします。行くぞ。Let's go. そうだね、アクア。The stars! No fucking way! 眠いんだよね。収録早すぎてさ。あ、もうカメラ回ってる？Let's go! Oh my god! Look at her face! Look at her eyes! Oh my god! okay. 思い出してる。あげるから。This is gonna be.Really interesting. Like, what is gonna happen? Like, you could see Aqua's expression when he heard her. Like, she completely changed her talking. So she's basically just gonna be Ai Hoshino. I mean, I liked her from the beginning, and I will like her now more, even if it's like acting as Ai. I wanted to say also something, but I forgot.Yeah, like when she was gathering the information about Ai, like we could see that it was really creepy. Yeah, she was talking about her relationships. She was also talking about the sex and that she changed her like walking style after she was 15. So I think that she might have the idea or like idea that she knows or she thinks that I had babies in her 15s, 16s. And that's all what I wanted to say. Okay, as always, if you liked my reaction, don't forget to press that like and subscribe button. And don't forget to check my social media. There will be a Linktree link in the description. So check that. And don't forget to join my Discord server.And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description as well. Oh, that's right. There won't be episode 8 next week. It's gonna be the week after. It has been postponed. So yeah, that's really bad news. We have to wait 2 weeks now. Yeah. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Anyways, see you guys next time. Matane.